はい、グラビアチャンネルです。だいぶあの緑のね、絨毯も完成してきました。グラビアのいい感じになってきましたね。そろそろあの刈り込みもしなきゃなんないかななんて思ってましたけども、結構あの花はつけてないですけどね、立ち上がってきてるんですよ。こんな感じで、ね、こっちはグラビア K3 です。以前にあの単人鉄、鉄ミネラル液ですね、あれ の実験比較した時のその後なんですけど もうだいぶですね差が出てきました。こっちがあの単人鉄、鉄ミネラル液を散布した方なんですけども、左側が基本的にそうなんですよ。こっちもこんな感じで、なんか奥の方はねちょっと日陰、あの建物の影になるんでちょっと日が差さないんで、こっちに比べると小さいんですけども、それでもやっぱりちょっとこっちの方が大きくなる傾向になるですね。これは結構あの目に見えて違いを感じますね。やはりあの全く効果がないっていうわけじゃないのかななんて思ってました。この鉄ミネラル液、単人鉄に関してはやはりこの成長がやはりちょっと早くなるんでね、促進効果があるのかなと思ってましたね。こんな感じでかなり葉がつけて、まああの花が終わってね、花柄がこんな感じでなってるのもあります。花が大きいっていうか花が多いとですね、この咲き終わったこの茶色いやつも結構目立つんですよ。なんであのこれを結構気になされる方もねいるんでね、どうなんでしょうまあ私はどっちかっていうと花はカットしてあの刈り込んでしまう方なんで、あまり気にはなんないんですけどもね、咲き終わっても、まあ、こういった感じであの花を楽しむ方はちょっとこの花柄がねちょっと気になるのかなと思ってました。マリー、はい、そんなわけでグラピア K3 の様子です、はい、こっちはあの頭圧をかけてるとこですね。こっちはただ刈り込んだところって感じで、ちょっとあのブログにも書いたんですけども、これからの気になってくるのはね、ここもちょっとなりつつあるんですけども、こういうふうにあの株の中心部、株ごとが枯れてくる現象が出てきます。これはねもう結構多分あの今年植えられた方は気になると思うんですけど、あの結構な頻度でこの状態になりますんで、基本的に茶色く枯れるのは土壌微生物とかホイナの原因ではないんで、あの水をあのやりすぎないとかですね、そういったあの管理面で治るんで、ほっといても結構治れるパターンが多いです。ただあの黒くですね、枯れるケース、どう見ても腐ってるんじゃないかなっていうやつはちょっと気をつけないと、土壌微生物、フザリウムとかリゾクトニアとかピシウム菌が原因で枯れるやつはちょっと気をつけないと、被害も大きいんでですね、場合によってはね殺菌剤を散布した方が良くなると思います。マリッチの子ないっぱい大きくなって早くな緑の絨毯になればいいんだけど、なかなかやっぱりあの K3 は伸びが遅いですね。多分もう K7 だったらもういい感じにつながってるんじゃないかなと思ってるんですけども、今5月の中旬なんで4月の初めに植えたんで約もう1ヶ月半ですよね。もう2ヶ月もすると結構もうこれくらいだったらもうつながってしまうんですけども、やはり K3 は伸びが遅いですね、 K7 とか K5 に比べると。それを利点と捉えるパターンもあるんで、まあ、こういう感じでね隣のお家の方に、ランナーが伸びていかない、なんでこんなところに植えるのには適してるのかなと思ってました。あの超えていかないんでね、ゆっくり伸びてくるんであれば、メーカーさんのね、ページにも書いてましたけども、
植える間隔をもっと狭くした方がいいと思いますね。例えばこういう真ん中に1平米に6個とかもう5個とかと植えた方が、まあ、被覆だけで考えるんだったら早めに被覆すると思いますので、まあ伸びが遅いっていうのをちょっと頭に入れてもらえればなと思ってました。はい、そんなわけでですね、今日もですねクラピアの、様子をお伝えしました。クラピアチャンネルではですね、こうしたクラピアの情報を随時お伝えしていきますので、ぜひチャンネル登録してお楽しみください。はい、以上です。